総理大臣クラスになると過去20年間見るとですね、9人中6人が世襲議員、自民党に至ってはですね、菅さんだけが世襲議員じゃない、イギリスやフランスのようにしょっが出ればいいと思うんですね。はい、弁護士の金崎です。今回はですね、岸田首相のですね、息子さんですね、翔太郎さんがですね、この6月1日付で首相秘書官をですね、辞職するということになった。あとは皆さんご存知だと思います。原因はですね、報道でもいろいろ言われているようにですね、昨年法廷でですね、忘年会開いてですね、その時のですね、写真が出回って、これが批判対象になってですね、こういった形になったんですけども、これ何が問題なのかっていうことなんですけどもね、今日は6月の5日なんですけどね、5日の月曜日なんですけども、たまたま今日朝その情報番組を見ていましたらですね、やはりこの問題取り上げられていてですね、テレビ朝日のコメンテーターのですね、玉川さんとおっしゃるんですけど、この人はですね、究極の親ガチャを見せつけられているような感じがするっていうコメントをしていたんですね。私ね、その親ガチャっていうね、政治家の世襲の問題ですね、これと関連付けられています。非常に報道されているんですけども、確かにこの翔太郎さんっていう人は、直にですね、この岸田首相のですね、後継ぎとしてですね、今後政界に登場してですね、そして国会議員、その大臣ね、もしかすると将来総理大臣も目指すかもしれないという、そういうコースを歩んでいく可能性があるとは思うんですけども、親ガチャの話を聞いてですね、なんかちょっと違うなって違和感を感じたんですよ。例えばですよ、ビル・ゲイツの息子さんね。ビル・ゲイツの息子さんって絶対に、スタートライン有利じゃないですか。普通の庶民の家庭、一般の家庭に生まれた子供と比べてですよ。ビル・ゲイツの子供として生まれたらですね、どう考えたってですね、もう最高の英才教育を受けられるし、もう他の一般家庭ではできないような貴重な体験をですね、いろいろさせてもらってですね、非常に帝王学をですね、父親のね、間近でこう、勉強できるという意味ですね。全くスタートラインに違うわけですよ。しかしですね、これと国会議員というポストの世襲と同じなのかというと、僕は全くね、これ議論混同しちゃいけないと思ってるんですね。というのはですね、ビル・ゲイツ、民間人ですよ。ビル・ゲイツさんに何かあればですよ、お亡くなりになればですね、当然家族が相続、ね、するわけだから、株式も相続するわけですよ。当然、そういう意味ではですね、後継ぎ的な部分というのはあるわけですよね。別に彼は公職についてるわけですね。公職のポストがですね、世襲されるわけじゃないんですよ。で、ただ問題はですね、国会議員の場合はですね、これね、国会議員という公職のポジションなんですね。これが世襲でいいのかということはですね、別の議論として考えなければいけないんですね。で、こういうふうに言うとですね、必ずこういう反論が出てくるんですよ。総理大臣クラスのですね、国会議員のもとでですね、生まれ育って教育されていけばですね、それは当然有利なんだけども、その有利な部分は生かされるわけだと。であればですね、イギリスやフランスのように諸外国はそうしているんですね。基本的にですね、自分の実力でちゃんと選挙を立候補してですね、当選すればいいわけですよ。親の地盤を引き継ぐという形ではなくてですね、他の選挙区から出ればいいと思うんですね。イギリスなんかはですね、ゼロではないんですが、世襲の議員がですね、誕生しにくいっていう背景にあるのですね、法制度ではなくて、どうやら政党の自主的な規制らしいんですけども、親が政治家でですね、子供が出るときにはですね、基本的に親と同じ選挙区から出れないようにしているんですね。そういう自律的なルールを定めてですね、選挙に出てはいいけれども、違う選挙区から出なさいと、こういうふうにやってるわけですよ。こういうふうにやることによって、いわゆる世襲議員というものがですね、誕生しにくい構造になっています。これを必ずしも法制度ではありませんけれども、政党がですね、自主的にそういうルール作りをしてですね、世襲議員が生まれにくくしてるんですね。で、実際にそういった国なんか見てましてもですね、政治家の子供がですね、親の地盤を引き継がないと、非常に世襲議員で誕生しにくいんですよ。諸外国見てわかるように、世襲議員の子供が立候補するときに、親の地盤を引き継がせないようにするというだけで、ガクンと世襲議員の数が、総理大臣クラスになると、過去20年間見るとですね、9人中6人が世襲議員なんですね。自民党に至ってはですね、菅さんだけが世襲議員じゃない人、あと全部世襲っていう、すごい状態になってるわけですよね。こう考えると、かなり政治家の子供であるということがスタートラインですごく有利になっていて、しかも首相候補になるという点で言うとですね、さらに有利っていう、我々のリーダーはですね、まるで家業のように継がれてですね、いるというのがこの国の実態であるということになりますよね。したがって、法制度とまでは言いませんけれども、各政党がですね、親の地盤を引き継がせないという方向でやればですね、僕は必ずしもその政治家の子供が政治家になることがけしからんとは思いますので、例えば公職ではありませんけどもですね、弁護士や医者っていうのはですね、別に公職についているわけではありませんけども、国家資格でコントロールされているためにですね、弁護士の子供であれば当然に弁護士、医者の子供であれば当然に医者、ね、試験も受けずに、国家試験も受けずにですね、なれるわけではありません、ね、しかしですね、現実的にですね、
弁護士の子供が弁護士、医者の子供が医者になっているケースというのは結構あるんですね。でこれは自分で努力して資格を取ってやってるわけですよ。だそういう意味ではですね、別に弁護士の子供が弁護士、医者の子供が医者、政治家の子供が政治家でも何の問題もないんですけども、唯一と違うのはですね、政治家の子供であるというだけでですね、スタートラインが有利であるとね、地盤を引き継ぐことによってですね、他の一般の立候補者と違うスタートラインに立っているという、このことが非常に問題ですので、まあ、そういう意味ではですね、今言ったようなですね、親の地盤からですね、立候補させないということをですね、各政党で徹底していただきたい。できればですね、これを法制度まで高めてもらえるとですね、非常に今の日本の政治不信ですね、これに対して解決の糸口になるのではないかと、まあ、強く信じます、はい。私からは以上です。最後までご視聴いただいてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。